皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の野々目です。今日もテーマに沿ってお買い物にコンビニまで行っていきたいと思います。今日のテーマをお願いします。いじめいじめ今日のテーマは200円以内でストレスに効果的な食べ物です。それで私にストレス与えたんですか？それでは早速買ってきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。ではストレスに効く200円以内で買える、手軽に買える食べ物をベスト3をご紹介していきたいと思います。それでは1つ目、オレンジジュースです。 100% 果汁の濃縮還元の、お砂糖が入ってないってことですね。オレンジジュースになります。私の動画を見てくださってる方はご存知かと思うんですけれども、ストレスにはね、いつもビタミン C がいいですよってよくお話ししてるんですけれども、ビタミン C がやっぱりいいと思います。ストレスがねかかっている時っていうのはビタミン C がですね使われてしまいますので、普段よりも多めに意識して摂っていただく必要がありますので、ビタミン C がいいと思います。オレンジジュースの中にはですねクエン酸も入っていまして、クエン酸もですね疲労回復にいいと言われていますので、王道ではありますがオレンジジュースを選びました。それでは2つ目、カフェインレスのコーヒーになります。コーヒーを選んだ理由なんですけれども、ポリフェノールというところに着目して選んでみました。ポリフェノールはですね、抗酸化物質と言われているんですけれども、ストレスをですね軽減してくれて、リラックスさせてくれるというところで選びました。抗酸化作用があるとちょっと不安な気持ちとか、そういったところもですねリラックスさせてくれますので選んでいます。で、なぜカフェインですかと言いますと、カフェインを飲むと、交感神経が優位になるんですけれども、そんなに気にすることもないんですが、カフェインを取りすぎてしまうと交感神経が優位になって、ちょっとリラックスしづらい状態になってしまうので、今回はあえてカフェインレスのものを選んでみました。3つ目、これはちょっと意外なんじゃないでしょうか。納豆です。納豆をなぜ選んだかと言いますと、トリプトファンが多く入っているから選びました。トリプトファンというのはタンパク質の中のさらに細かく分解していったアミノ酸と言われるものですね。それの一つなんですけれども、こちらはですね、幸せホルモンと言われているセロトニンを作る材料になっていますので、納豆を選びました。納豆はですね、このトリプトファンが多く含まれている食品なので選んでみました。意外でしたかね。こちらはどうでしょうか。価格もですね、こちらのオレンジジュース100円ぐらいで売ってます。コーヒーもですね120〜130円ぐらいで売っているかと思います。そして納豆、3パック入りで120円とかでしょうか。1パック40円ぐらいで買えるかと思いますので、ぜひですねこれらの商品をお試しいただけると嬉しいです。それでは今日はストレスにいい食べ物ベスト3をですね管理栄養士目線で選んでみました。また皆さんからのお題もお待ちしておりますので、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。